はい、こんにちは、竹下敦です。今回ね、ご紹介するのは、すっかりおなじみですが、こちらのゴールドトップのレスポールです。今回ね、こちら、ペグを交換しました。五等星のですね、商品名が五等マシンヘッド、こちらですね。お茶の水の、ESP さんの、ワークショップで入手しました。今までね、3弦だけ五等を使って、残りのね、ペグは五等をコピーした韓国製かなのものを使ってたんですが、若干やっぱりガタがあってチューニングが不安定だったんですけど、すごくね、この五等のペグに全部交換してるので、すごくチューニングが安定しました。こんな感じですね。すごくね、1弦から6弦までね、バランスがいいんですよね。やっぱりね、ペグの種類が違うと どっかをカバーなきゃいけないんですけど、やっぱりね、6個のペグが全部揃ってるとね、すごく、カバーなくていいんで、すごくプレイが楽になりますね。あとね、すごく変わったのがサスティーン、こういうがね、安定するようになりました。このプーンって伸ばした時に、今までどっかでこうカバーなきゃいけなかったんですよね。っていうのをもう無理やりビブラートかけちゃってごまかしたりしたんですけど、こう伸ばしっぱなしでもピッチがこう不安定にならないんですよ。よくすごくビブラートを多用するギタリストね、こういうとかいうギタリストはやっぱりどっかでやっぱりチューニングが不安定なことが分かってて、それをごまかすためにやっぱりビブラートをかけるんですよね。でサンタナさんとかって弾きっぱなしでしょみたいな、ちょっと違うけどね。やっぱりね、ビブラートっていうのはどうしてもこう自分で弦をコントロールするわけで、まあそれはね、ギターっていうのはどうしても不安定な楽器なんで、まあ、ビブラートかけざるを得ないんですけど、やっぱり弾きっぱなしにしたい時もあるわけですよ。みたいにね、そういう時にこれぐらいペグが安定してるとすごく安心できるんですよね。そこが一番のポイントですかね。今回ね、ご紹介したのは、こちら、五等星のペグ、マシンヘッドかなです。こんな感じです。色も渋いですね。かっこいいです。はい、とっても気に入ってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you next time です。